金杯ということでやっていきたいと思います。秘密結社フェガミソース18でございます。まあ、金杯っていうのは、まあ、大体1年の件は金杯にありなんていうふうに言いまして、こちらの旧正月を明けてですね、まあ、新年になって、まあ、旧暦でも新年になって最初の大井開催の重賞が、まあ、この名物ダート 2600m 金杯ということになるわけです。まあ、なのでね、1年の計は金杯にありなんていうふうによく言われるわけですが、まあ、もちろん JRA の金杯1月5日は言うに及ばず、その他の金杯にも賞金額で抜かれ、まあ、地方で一番の金杯ですらなくなった金杯ですとかって言いつつね、まあ、だと 2600m 名物重賞かつね、特殊な距離でもあるので、まあ、特殊な感じかなと思って予想をした結果こうなりました。結局そこそこ人気サイドは買っちゃうんだよねということで、5等ボックス、まあ比較的特殊な条件なんでボックス買いで3連複、うん、まあ軽く当てとこうかなみたいな感じでいきたいと思います。というわけで1等目が3番フレッチャビアンカ、まあ、去年の秋の東京記念の勝ち馬ダート 2400m、まあ、2000m を超える距離、2100m ぐらいまではまだね、設定川崎とかで JPN1、G1 あったりするんだけれども、それ超えてくるとね、比較的特殊な距離かなっていうところで、東京記念を勝っている距離適性っていうのは大きいと思います。まあ、筋量57キロとその時と比べても1キロ増えてる点で、まあこれが軸です、勝ちますとかってやっちゃうのはね、やりきれなかったんで、まあボックスでいきたいと思います。まあ、そして5番のリンゾーチャネル、去年のダイオライト記念の5着馬、船橋の 2400m の交流重賞、そこでね、まあ、掲示板に来た交流重賞ってことは、地方勢もね、結構来る中で掲示板確保したってあたり、まあ、長距離に適性があるのかなという気がします。まあ、同泳でも3着2着と走ってるんでね、ここは狙ってみてもいいかなというふうに思います。まあ、そして7番の裏のメトリア、まあ、前走転入線トライアル、金牌トライアルを完勝してきました。まあ、JRA 準オープンの実績馬で、長めの距離にも実績がある馬、まあ、JRA での調整から調整過程のがね、ペースが狂ってるはずなんで、そこがどこまでというところではありますが、入れておきたいと思います。まあ、そして10番のセイカメテオポリス、昨年戸塚記念を制覇した、まあ、3歳勢の中でダート2100、一つね、長い距離のトップクラスのレースを勝ってきたっていう意味では、距離適性的に金牌を勝って天皇賞春に挑む、菊花賞を勝って天皇賞春に挑むような、 JRA の感覚で言えば、まあ、距離の差とかはあるけどね、そういう感覚で狙ってみてもいいのかなというふうに、長距離適性に関しては思っております。まあ、そして13番大祭、 JRA のオープンから移籍後の連勝が、まあ勝ったレースがダート2200とか長めの距離なんですよね。まあ、だから距離延長とかそういうのに向いたタイプなんじゃなかろうかと。前走ね、距離短くしてみたりして、まあそろそろ JRA の貯金もつきたかなみたいな感じで一回負けてるんですが、まあ、なんだかんだで立て直したから出てくるんでしょうし、となってくると、まあ、JRA のオープンに至ってあたり、この今前売り11番人気っていうのは比較的こうなんていうか、見下されてるな、見くびられてるなという感じで入れておきたいと思います。まあ、ですのでね、こんな感じで3連複5等ボックスで多分当たるんじゃないかと。まあ、上位3つで決まる可能性は否定しないけれども、浮上してくるんならこの2等かなみたいな感じで、比較的ね、大荒れを期待してみてもいいかなというふうに思っております。というわけで、ね、今回、すでにね、週末の京都記念の予想動画アップされております。この後ね、明日、明後日と、また重賞に関する動画はメインチャンネルフェガム TV で JRA 重賞の動画が上がっていきます。まあ、その他地方重賞、 JRA の特別戦、まあ、あとハンデチェックとかで、その辺諸々の動画がこちらのフェガムスポーツの方でもアップされていきますので、合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。